ちらです。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、高橋市に来ております。で、ちょっとね、珍しいねものがあるということで、まあ、自販機なんですけども、もうレトロ自販機があるということで、ちょっとね回っていこうかなと。何台かあるんですよね。稼働してるやつもあったりしてなかったりとかね、あるんですけど、ちょっとなんかお見せしたいなということで行ってみましょう。1個目がこちらです。ポーク焼きそばカレーライス。続いては、ね、こちらです。懐かしの自販機シリーズ。稼働してんのかな。ちょっと怪しいですけど、コンセントついてるんで。昭和60年。
ちょっとね、面白いの見つけました。うわ、商品を選び、購入口、これかな、これお金入れると、ジャンボ卵だ。いらっしゃいませ。お好みの品物を押してください。いらっしゃいませ。お好みの品物を押してください。しばらくお待ちください。お待たせしました。扉を開けてください。お待たせしました。扉を開けてください。すごっ。あ、でも結構ずっしり。ありがとうございました。結構でかいっすよ、岡山県産。岡山県内うどんの販売機は松山に、松山に1台、北房に1台で、倉敷市のドライブイン古城に1台、計3台かなは生きてるということなんですけども、まあその川上町ですかね、そこの自販機が壊れてしまったということで、なんか結構残念ですよね。昭和レトロの懐かしの自販機。だからこのね、今のコロナになって余計なんかその自動販売機のありがたさっていうのがね、感じますよね。だから最近ほんまにクレープ屋さんとか、まあ、自動販売機じゃないですけど手動のホルモン、焼肉用のホルモンとか販売してたりとか、そういうのがね結構ね出てきてるんですけど、ね、昔からある、まあ、うどんの自販機とか、そういうなんだろうな、なんか最初に見たあの五目焼きそばとかで乾電池とか、ね、まあ、以前やったその DVD とかもあったりするんですけど、ね、なんかすごい最近だって昔ながらっていうのがすごい、なんだろうな、昔って結構昔のものってすごいなって感じますね。いやー、またね復活してくれたらいいかなと思うんですけどね、まあ、僕の中で一番懐かしの自販機、まあ、かき氷ですかね。かき氷の自販機あったんですよね、もう20年前ぐらいかな、あったんですけどね、まああとその他ハンバーガーとかあったんですけどね、もうなくなっちゃいましたよね。全国探しても1つぐらいなんか1、2ぐらいはあるらしいんですけどね。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。なんかまたあれば紹介していこうかなと思います。それではまた失礼いたします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。というわけで個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいつも動画見てくれてありがとうございます、はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいとまでのプロキュスチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。